今回紹介するのは「やりたいことがある人は未来食堂に来てください」という本です。始める続ける伝えるために今日からできることをお伝えします。読み終わって理知的な人なんだろうなと思ったそして考え方が合理的器が割れないように陶器でなく木のワを使い食材の無駄をなくすためメニューを一つ。 定食のみにしたがってメニュー案内自体をなくするこれらの実践は飲食業にどっぷり使った人なら出てこない発想である自分の経験で感じたこと疑問に思ったことに不満を持つだけでなく問題点を明確にデジタルデータを打ち込むかのように文字化をして対策の具体的な行動についても人に伝えられる言葉に落とし込んで。 その通り実践している自己啓発本やビジネスリーダーの著書でも精神論だけでぼやっとしたのが多いけれど本書は侵略ここまでコンピューター将棋のように仕事の一つ一つを突き詰めて手を打ってくる何の感情も介入しない潔さが斬新であるやりたいことはないが一度 行ってみようかな。1冊目も2冊目も面白かったですがこの3冊目が一番刺さりました圧倒的なインプット量、時間で区切る5倍ルールすごいなあと思うと同時にそう思う暇があるなら自分もやれるとこからやってみようと火がつきますもやもやしたエネルギーを抱えている方におすすめです以上、興味のある方は、 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。